月一ゲストレッスン。はい、皆さんこんにちは、なみきです。そしてはい、皆さんこんにちは、としみんです。そして笹生優香プロに来ていただきました。よろしくお願いします。で、前回はね、本当ドライバー見ていただきましたし、はい、トレーニング方法もね、本当たくさん聞いてありがとうございました。はい、ためになりました。で、今回はじゃじゃん、アイアンについてもね、ちょっとレッスンしていただきたいなと思っております。はい、でね、アイアンめっちゃ飛ぶって聞いちゃってますよ。私はあのネットの記事ですけれども、6番アイアンで190ヤード超えたの見ました。ありがとうございます。すごいですよね。もうドライバーですもん、私の。もうドライバー、そう、本当に。普段はどのぐらい、今持ってる7番アイアンなんですけども、どのぐらいの距離で7番アイアン持ちますか？160ぐらいです。160ヤード。160飛ぶんだ。じゃあアイアンのね、はい、レッスンをしていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスロー映像を撮っていきたいと思います。お願いします。全然飛んでないんだけど。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、こちら前方からのショットもお願いします。ナイスです。すごい、かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。はい、じゃあ早速撮ったスロー映像をご自身に見ていただきたいと思います。はい、じゃあまずバックショットからですね。上げてって上げてって、おおちょっと待って、うん、トップもまあまあかな。まあまあですか。はい、どう思います？いや、もう私たちからですね、もうあの、はい、素晴らしいね、本当にかっこいいです。じゃあこれを回してきて、きまして、おお、この手の位置とこの体の下ろしてくると、どうしても結構前行っちゃうんですよね。ここまで近く通せるのがすごい。浮いちゃいますね。うん、そう、浮いちゃいます。でもちょっと手も返せてるので、うん、まあいいかなと思います。じゃあ次、こちら前方からのショット、はい、こちらもご覧ください。多分まあまあかな。うん、上げていって、お、うん、綺麗。綺麗。本当ですか。はい。そうですね。美しいです。ま、肩もやっぱさっきあのドライバーみたいに回ってるので、うん、おお。いや、本当頭ぶれないですね。うん、しっかりと。おお、すごい。フィニッシュも綺麗。綺麗。取れてるんで、はい。あんまかなと思います。でもこの構えた時に割と立ち目というか、そうですね、そうですよね、はい、そうなん、それは意識されてるんですか？うん、そうですね、最近ちょっと、うん、あの曲げすぎない、立ちすぎない、うん、その間らへんにこう立つのが、まあ、一番いいかなと思う。じゃあ以前はちょっと曲げすぎちゃったりとか。そうですね、ちょっと曲げてた感じなので、そうすると動きが固まってきちゃう。軽い気が少なくなっちゃうんですかね。もうなんか曲がってると動きがこれ以上曲げられなくなっちゃうので、はい、こうどうしてもやっぱちょっとこう伸びる運動が大きくなっちゃうんですよね。それをちょっと少なくするのに、ちょっと最初からもたってこう伸びる運動を少なくするっていう。こう、私も結構前まですごいしゃがんでた人なんですけど、こうすることによって当たった時にこうしちゃいがちってことですか？そうです。そうするとトップしたりとか、そうです、そうです、タイミング合わなかったりする。こう立ちすぎの人もそうなんですけど、はいはい、立ってるとこれ以上伸びないからもう沈むだけになっちゃう。だからこうやってみるだと思います。あ、気をつけてるポイントはそこってことですね。はい、特に変えてるところはないですね。やっぱ変えちゃうのはやっぱりほぼほぼ無理なので、できるだけ同じスイングをしてって感じですね。その方が多分 あんまり考えるのが少なく、なんていうの、スイングに対して考えることが少なくなるので、じゃあ試合時の子もこうやって構えてから、例えば私とかは結構
さあ狭くしようとか、肩突っ込まないにしようとか、いろいろ考えたら結構構えてから時間長いんですけど、あんまり何も考えずスッと振っちゃう。そうですね、そういうことを考えるのは練習場で、あーコースとかに入った時は、を考えない、考える必要がないかなと。あやっぱ楽しくやりたいんで。じゃあ試合も楽しく。そうですね、はい、素敵素敵ですね。はい、ドライバーだけ球が浮いてて、ティーアップしてて、はい、そういう違いで打ち方のところも気をつけてることがある。ドライバーはやっぱりアッパーに振る、でアイアンはアッパーに振れないので、まあ、そこの違いですよね。ドライバーはやっぱ振っていくのでこう浮いてもいいいいんですけど、アイアンも浮いちゃうとさっきも言ったんですけど、トップしちゃったり手前打っちゃったりとかするので、そこは気をつけてます。浮きすぎるの。実際それや今やってもらうこと可能ですか。そうです、はい、はい、お願い。これがドライバーだとして、はい、まさっきやったドライバー、ドライバーはこう伸びる運動が結構多いんですよね、ああじゃあさっき言ってた膝ですね。そうね、まあ、ドライバーを下がって、こう上がる運動がやっぱ、でかいんですよね、でもアイアンはスローやっちゃうと、やっぱ地面にあるので、手前打っちゃったりとか、トップしやすくなるので、できるだけその運動もありつつ小さくする、まあ、小さくなっていく、まあ、距離も飛ばなくなるので、そういう大きい運動はいらないかなと。あ、はい、それクラブがじゃあ小さくなっていけばその小さくなっていって、大きくなっていけば大きくなっていく。そうですそうです。あ、なるほど、はい。じゃあ前回と同様、はい、ちょっとせっかくなので、はい、私たちのアイアンのスイングを見ていただいてもいいですか。どうしよう、お願いします。じゃあやりましょう。あ、優しい、ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあ私からちょっと見ていただきたいと思います。お願いします。お願いします。1回打てばいいですかね。はい、1回まっすぐりしてから、よし、いきましょう。ちょっとダフちゃったかな。まあ。もう一回大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ちょっと戻る。はい。で、普通にセットアップしてもらって、はい、まあちょっとバックスイングしてもらって、でさっきも言ったんですけど、はい、左手がこう柔らかいんですよね。はい、そこをもう少しアイアンの方はもっとしっかり持ってないといけないんですよ。芝打つんで抵抗があるので。はい、負けちゃうからさっきみたいにちょっとダフっちゃったりとかするので、必ずグリップはできるだけギュッと、はいはい、握って、でダンシングするときもうちょっとダンシングしてもらって、そう、下ろしてきて、はい、そのまままっすぐで、今どこ見てます、クラブ。上に向いてます。上に向いてるってことは、向いてるってことは向いてるってことはどう動いてる、どう動いてる、上に。どういうこと、すくってるってことなの。すくっちゃってるとかですか。こう上にグーってこうすくっちゃってるんですよ。これじゃあボールって弱いんですよ。打った後ってスッてこう抜けないと、こっちに、そうです、抜けないと。確かに私こうしちゃってるってことですね。そうですね、 こっち向いちゃダメなの。ダメなんですね。向こう向かいダメ、こっちに。そうです、そうです、そう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 、綺麗綺麗綺麗。なるほど、はい、もう一回いいですか。はい、どうぞ。ぶちゃんと握ってで、足が動き方を知らないみたいな。あ、でもそれあると思います。なんかこうブレちゃってるような感じがするので、はい、足の動き方の説明すると、はい、まあ、ちょっと曲がってるじゃないですか、はい、でバックスイングするときにこっちがちょっと伸びてこっちが下がる。こっちが伸びて、はい、こっちが下がる。そうで、まあ、バックスイングします。はい、移動しながら回す。そう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 、あ、こういうことですね。そうで、そのままフィニッシュに持っていくと。私今どうなってましたか。なんか、わかんない。あ、なるほど。投げて、こういったら、そう、こう回して、あ、くるくるですね。そう、OK。あ、わかりました。その動きを、はい、その上半身と合体させて、はい、くる。あ、なんかそんな感じ。なるほど。まあまあ、よくなったかな。確かに、でも今、私右足はこういけるように意識はしました。そうそう、こうだと回れるんですよ、はい、さっきみたいになんかこうなんかこういう動きになっちゃうと、例えばこういう動きだけになっちゃうと体ってこうなんていうの、上下しちゃったりとか動く、だからなんていうの、回転入れないと体って動いちゃうんですよね、はい、
回転入れてった方が回転入れていってで、さっきこういっちゃうとかって言ってたじゃないですか、はい、キャストはい、そこ直したいですよね。直したいんですけど、そこ結構これ直んなくて。あー、なるほど。じゃあちょっとバックスイングして、はい、バックスイング頑張っていいですよ。はい、小ダウンスイング入れて、はい、はい、はい、どうぞ。おー、下ろして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  OK。 トレーニングとしては、はい、あの壁とか、はい、まあ、ポールとかこうあったりとかしたら、こう手を置いて体先にこう行くイメージ。さっき自分がやったように、ここ誰かに押さえてもらって、はい、で下ろしてきてって言って、まあ、全然落ちないでしょ。落ちない。でも自分がやると落ちてきちゃう。ちょっと床が降るから、はい、押さえてみてくださいね。わかりました。はい、でしょ。やっぱすごい力。そんな感じで下ろすイメージじゃないと、はい、手ってボーンってきちゃうんですよ。あ、なるほど。ちゃんとここしっかりこうですね。そうこの手じゃないんですよ。体が先に行かないと手が来ちゃうんですよ。なるほど。いや、勉強になります。難しいですよね。難しいけど。OK。 おー、 OK、 今の感じ、うん、直せた。しかも音も良かった。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて私も7番アイアン見ていただいてよろしいですか。はい、お願いします。よろしくお願いします。緊張する。自分も緊張する。緊張する。緊張する。いきます。おお、ナイス。ありがとうございます。ちょっとトップ気味だったりもいくけど全然大丈夫だと思う。ありがとうございます。でもいいことあります。いや、でも私のこのアイアンの悩みといいますか、はい、やっぱりその飛距離を可能であれば5ヤードでも伸ばしたいなと。今7番でどのくらいと思います？ラン入れてトータル130ぐらいです。135ぐらいいけたらいいな、40、はい、もっとバックスイングでねじれを入れられたらもっと。あ、私浅い、トップが浅いってことですよね。浅いんじゃなくてこの、はい、なんていうの、バックスイングが小さくてもこのねじれが大きければ戻ってくるときに強くなるんですよね。ただそれがバックスイングするときに、あのプロ、まあ、自分じゃなくてもプロのスイングとか見ていくと、はい、足から動く人っていないと思うんですよね。はい。でもあのバックスイングするときに足がちょっとこう、あ、動いてました。あ、はい、そうじゃなくて手を先に動いて、下半身が勝手についていくようなイメージ。あー、でもダウンスイングは下半身から先なんですけど、バックスイングは手が先で体がついてくる。あ、そうなんですね。はい、こういうことですか。だからほら、下半身が動きすぎちゃうんですよね。あ、待ってください。こういうことですか。そうそうそう、我慢して我慢して。あ、そう、下半身を我慢して、下半身を我慢するんですね。我慢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 。上半身を回して、そうそう、我慢、そうそうそう、でそのままバックスイング、ここまで行ってから、そうそうそう、そう、ちょっとやってみます。まずは、足を動かさずに、足っていうこの腰、お腹とかをこう回さない、こうやり先にやっちゃわない、こういうこと。そうそうそう、こうして、でそのままついてくる感じ。その方が綺麗。そうそうそう、そう、 OK。 でちゃんと振る。はい、やってみます、はい、やってみてください。ゆっくりいきます。あ、でもトップしてるけど。もう少し。全然吸ってないですね。でも飛んでますね。本当ですか。私下半身指導ってずっと言われてたから。下半身指導でいいんですよ。ただバックスイングで下半身は必要ないじゃないですか、ボール打たないから。あ、こダウンスイングするときにできるだけ 100% の力を使いたいから、はい、バックスイングでこういっちゃうと、はい、ダウンスイングするとき遅いんですよね、こう行くまでが、はいはい、これだと連転、その、うん、なんていうの、連転があんまり効かなくなっちゃうので、はい、できるだけ我慢してこう、こう下半身と上半身をこう分けて動かすイメージ、うん、はい、その方が、ね、バネを使えて下半身もこうちゃんと強く使えるので、あ、一
一緒にこうダランっていっちゃうとちょっとスイング遅くなっちゃうっていうか、イメージ的に言うと、あ、普通自分の今までのスイングをちょっとやってみて、ちょっとバックスイング止めてもらっていいですか。こうして、はい、こう、じゃあこの、はい、この今の足のためと、じゃあちょっと優香がさっき言った足を我慢してついてくるような感じで、はい、こうして、はい、こう、もうちょっと我慢、そうそう、もっと我慢、あんまり膝が出ないっていうことですか。そうそうそう、まあ出ないっていうか、まあ出してもいいんですけど、はい、なんて言うんだろうな、あのこっちに乗りすぎない、わかります、はいはいはい、こっち最初に、まあ、動かし自分も動くんですけど、はい、動いた時にこっちに乗りすぎちゃって捻転がなく見えちゃうんですよね。ああ、ただ滑りしてるみたいな感じになっちゃう。だから、はい、回すのはいいんですよ、こうやって回すの、はい、ただ捻転を入れて回していかないと、はい、距離はちょっと伸びるの、もうちょっとじゃあこうしてこういうことですか。あ、そう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 、それそれ、ここで踏ん張る、そうそうそう、踏ん張る踏ん張る、それ今の感じ。もう一回じゃあちょっとやってみます。もうちょっとこの場で、そう、その場で動く、そう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 、股関節をこう動かすように、こうこうやってですね、こうやって動く、こうしてたってことですよね。そうそうそう、こうやって流れちゃってたら捻転ってないじゃないですか。はい、だからその場で、その場で、はい、わかりました。ちょっとじゃあ今の意識して、うん、もう一回、まっすぐ引、まっすぐ引いて、そう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 、オッケー、行きます。はい、落ち着いて。難しい難しい、はい、ちょっと今変えたばっかりなので難しいですねちょっと練習して、はい、ありがとうございます。 OK、 すごい熱いということで、2人私たち見ていただき、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、私みどうでした。いや、ちょっとあのスイングをなんかもう変えたぐらいの感覚なのでちょっとまだ慣れないんですけど、私は結構スウェイしないように意識してたつもりがまさかしてたので、もっとこれはちょっとムービー撮りながら意識しながら練習したいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。飛距離も欲しいので確かに欲しい、はい、本当小さいんですけど、うん、まあ、もうちょっと、はいはい、頑張ります。ありがとうございます、はい。なみきちゃんはどうですか。そうですね、私もですね、やっぱこう体の使い方をそもそも間違ってたというか、うん、今やっと言われて、あ、そこに力入れてこういう風に使うんだっていうのを実感できたんで、うん、ちょっとそこをもう一回再度見直してですね、はい、引き続きこの意識するところをしっかりポイントにして練習したいなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今ね、ドライバーアイアンと見ていただいたんですけども、はい、次はなんと一緒にちょっとプレーをさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。いや、なかなか見れないですからね、そんな貴重な映像になると思うんですけども、まあ、いろいろね、あの、はい、ザクバランにお話もしながらプレーさせていただければなと思いますので、またプレー中も何かあのやってたら言ってください、うん、すぐ直します、頑張って、はい、じゃあそちらのね、皆さんプレーの様子もお楽しみに。ナミッキーだよ、皆さんじゃんけんしましょう。ナミッキーじゃんけん、じゃんけんぽん。皆さん勝ちましたか。バイバーイ。